皆さんこんにちは。にゃんころめピアノ教室です。今日もとても楽しいレッスンです。今日もパンダウサギコアラカレーライスの歌を弾いてみます。子どもたちは楽しいユニークなことが大好きです。今日も連想ゲームをやってみましたが、子どもたちはユニークで楽しいことが大好きです。ブンブンブン、曲を弾いてどんな動物かを連想させる、これはとても楽しいことです。これはお猿さん、これはミツバチ、これはクマさん、これはブタさん。楽しむことが音楽の基本です。今日もカレーライスの歌、パンダ、ウサギ、コアラなど元気に歌ってくれました。誰でも自分の話を聞いてもらい、良い言葉がけをしてもらうととても嬉しいものです。それでは今日もコブタヌキツネコをエレクトーンとピアノでアレンジして弾いてみます。楽しむことが幼児期の導入にはとても大切なことです。人には優しく良い言葉をかけてあげましょう。それではコブタヌキツネコミュージックスタート。
ちの好きな小豚ぬき狐子をエレクトーンとピアノでいろんなアレンジで弾いてみる。いろんな伴奏系で弾いてみると小豚ぬき狐子もとても楽しく弾けます。動物の曲当てクイズ。子どもたちは楽しいユニークなことが大好きです。毎日楽しみながらやってみることが幼児期の導入には大切なことです。誰でも自分の話を聞いてもらい、ニコニコと話を聞いてあげると、いつも先生にいろんなことを話してくれます。読譜もリズムも楽しみながら学ぶ、これが一番です。皆さんも人や物はなるべく大切に扱うようにしましょう。アンパンマン、子どもたちが好きなアンパンマンも泣いています。みんな大好きな物や人は大切に扱うようにしましょうね。今日も楽しいレッスンです。レモンちゃんに金太郎くんが、良い子のみんな、先生とのお約束を守って楽しいこと、面白いことを聞かせてくれることを応援していますよ。小豚ぬき狐子、ピアノとエレクトーンでいろいろ弾いてみました。いろんなイメージをするというのはとても大切なことです。動物の曲を当ててみる。子どもたちはユニークな遊び心が大好きです。それでは今日も楽しいレッスンを。